あ、また動いた。なんだろう。お、白身が増した。お、真ん中動く？お、ユニバーサルスタジオジャパン？ブートプロセス完了。移送管理領域限定構築完了。これより無限回廊の形成を開始する。ああ、そういう、わ、随分なんか神聖というか綺麗な場所やな。無限回廊か。無限回廊ついに来たかと。意外と早かったな、この場所来るの。こういう場所にもうちょっと話が進んでからこういう場所に行くのかと思った。来訪者たちよ、新たなる時空間の開闢を告げる。開闢、また難しい漢字を使いよって、ファルコムさん。ここは黒の玄武教が作りし異界。異界なんだ。不条理なる因果を乗り越える力を与える試練の地なり。不条理なる因果を乗り越える力を与える試練。なるほど、どうやらこいつはファルコムさんに何か試練とやらのために俺たちを集めて諜報人みたいだな。ぜ、これは因果率を正すための超特例措置である。来訪者の記憶は制限しているゆえ、おぼろげにしか認識できぬと推測されるが、クロスベルを中心に発生せし、一連の事態は本来ありえぬ特異点によって紡がれたもの。そなたたちはこれを解決せしめんとするが、いかな因果をたどろうとも到底到達できぬのが実情。よって黒の玄武教はここに干渉を決定したものである。え、いいものこれ。いいあれなの、良きもの。あ、なるほど、そういうことか。因果、待って、あのね、ちょっとね、一つ分かっ、なんか、推測だけど分かったことがあるわ。因果を乗り越える。あー、なるほどね。このままだと、あの、ルーファスとかに勝てないから、ここで力を蓄えて、あの、ルーファスにた、あれ、戦えとかそういうこと？もしくは、あれだね。その、ルーファスが、クロスベルを占領する前、直前に戻って、ここで力をつけて、で、直前に戻って、その襲撃されるときに、またルーファス戦って勝つじゃない？これ。で、歴史を、あの、因果を書き換えるんじゃない？それがあのクロスベルで戦ってたあの絵じゃないの？あのオープニングで。ルーファスとかとさ。てんてんてん。ああ、そっかそっか。何が起きてるか覚えてないんだもんね。うん。この世界での記憶は持ち帰れぬが、身につけた力は別である。記憶は持ち帰れぬが、持ち帰れない。今ここで起きてるこの現象とか、今こうやって話してることも、この記憶が多分元に戻ったらなくしちゃうってことよね。でもそこでつけたレベルとかそういうなんかアイテムとか力は多分残ってるってことよね、きっと。そういう意味よね。力を求めるならば、真なる無限回廊に挑むべし。遥かなる因果の先の話ではあるが、そなたたち次第では運命を変えられる可能性も存在する。そうだね、運命を変えられるって言ってるもんね。
やることは一つでしょう。うわあ、懐かしい最高だったな、この無限回路の最後。I remember you とかさ。あ、違うわ。それは、あれだ。それはコマ女でもうあれだ、終わった後の流れでさ。輝ける明日とか。門出の季節だね。どういうこと？真なるというからには何かありそうではあるな。ミシシ。まあね、ミシシ。やべえ、強え、こいつ倒せんと思ったらもう一回ここでうおーって、鍛えるってことね。チートやん。おぉ。ぜ。そのための我であり、炎帝なり。いい人なんだな。あれだね、影のクリーンにいたさ、クローゼの先祖、セレスト・ディ・アウスレーゼだっけ、あの人のあれみたいだね。代わりみたいだね。セレストさんの代わりみたい。第一階層への侵入を許可する。おー、もういけんだ。試練の果ての可能性、人がそれを掴み取ることを期待するものなり。やっべー、楽しくなってきた。随分と大盤振る舞いだが、うん。中央のゲートから無限回路を第1階層に挑めるようになりました。パーティーを編成し、攻略メンバーの準備を整えて挑んでください。なお、第1階層の初回攻略のみ、ロイド、リーの2名がここで見るのよ。あー、なるほどね。あー、もうこの時点でキャラ多いっすわ。そうだな、こうかな。リーンくんの、リーン側のヒロインとロイド側のヒロイン。で、ちょっとアルティナちゃんはね、戦闘に、ちょっと必要なんで、戦闘っていうか、フィールドアタックにこの子必要なんで。とりあえずこんな感じでしてみるか。編成メニューに、リーンルート、おー、オッケーオッケー、投稿された。投稿されました。これが どちらのルートでもアイテムや各情報を表示、ほうほうほう。お、さて、動けるか。さて、みんなは改めてこの場所を見て回っているみたいだな。俺も装備だけは整えておくとするか。無限回廊か、まさか再びその名前を聞くことになるとは思わなかったが、この感じ、そしてこの地の管理者だという黒の無限、じゃあ、玄武教。ここは本当にある時と同じなのか。多分違うんじゃない？まあいい。ひとまず今はできることを一つ一つ進めていくとするか。よし。始まりの園庭での操作キャラがリーンに変更。あー。おー。すげえ。動いてないってことは、多分動いたらきっとこれ戻れんだろうな。園庭データベースに接続。お、行動評価に接続する。あー、なるほど。RP の報告系のやつか。クエスト報告とかそういうやつ。レリーズポイントっていうんだ、今回。適切な判断。ああ、まあ、あれよね。二択をなんか選んだり、三択選んだりするあれね、きっと。てか、まだクエスト出てないんだよな。ないの、今回。中枢核石。うん。報告。レリーズポイントの称号を開始。解放ランク。変動なし。ヤルダ・バオトって何やら超強そうなんだけど。レリーズポイントの称号を開始。おお、面白いなこれ。ちょっと話していくか。はい、何でしょう。え、喋ったぞ。はい、何でしょう。お、なんか話しかけると喋る。どうも、お疲れ様です。あれ、これボイス何？何パターン？お疲れ様です。ボイス2パターンかな。はい、はい、な、はい、どうもお疲れ様です。あ、2つっぽいだよ。え、うん、俺に言おうか。話しかけると喋んだけど、なんかどっかのギャルゲー、なんかどっかの恋愛ゲームみたいになってる。うん、俺に言おうか。やべ、ちょっと面白いこれ。話してみるがいい。うん、
そうですね。全員喋るわ、面白い。そうですね。お疲れ様です。あ、やっぱり一人2パターン、2パターンっぽいね。へえ、面白い。ちょっと回ってくるわ。宣伝方向起動。おお。装備品、あ、衣装だって。へえ、装備品。お。はーん。あ、これは便利なの？なのか？ほうほう、武器ね。え、めっちゃ、え？あ、これ一個一個専用なんだ。へぇー。じゃ、とりあえず、リンクのやつとかは買っとこうか。使うキャラは全部やっとこうか。まあ、あと全部のキャラやっていけど。ユーナもし。よし、オッケー。装備とかはまあ、まあいいや、とりあえず、後でいいか。いろいろ見ようぜ。特に道具はなんか、本とかはないね。これ何しようって。ああ、これが甘いなってやつか。買っとこうぜ。あれ？あ。ああ。一回買ってキャンセル。よし、でも買ってね。勝てないでしょ、上位品と交換。うん。わ、変わってない。掘り出し物。お、黒挨拶だって。ハイノキシンなりきりセット。へぇ。なりきり OZ、青。ペペアカバー、エリオット。たっけえ、これ。こんなもんか。で、こっちはオーベント。カゲロウ工房を展開。分解？分解って何ぞ？あるわ。え、分解すんの？あー。言うまてに分解できんだ。へぇー。特に何も変わっちゃいないしね。スロット、あー、スロット2、開けるだけ。リンクン、開けるだけ開けとこうか。よし。カバー、あ、セピアカバー、エリオット、エリオットクレイグエリオットにさせてあげようぜ、これ。はい君はエリオットだからね。おー、カスタムか。武器ん、あれ？これひょっとして武器買わなくても強化できたんじゃね？これに。あー、やっちまったかな？これ。まあ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 、しょうがない。探知ない？宝箱の位置がわからないと嫌なんだけど。待って、今回宝箱ってどんぐらいあんの？そういう。少ないはずだよね。あー、203しかない。無限回路分の絵ってことかな？戦闘、キャラは375人いるけど、敵キャラは。あ、釣りできんじゃん。それ、かかった。はい。いい感じだな。あ、なんかイールっぽい。やった、大物だ。コブラヘッドでした。それ。これ珍しい組み合わせじゃない？クルドとリーシャ。ちょっと真面目な好青年には、ちょっとリーシャのこの格好はちょっと刺激が強いんじゃないかな、これ。あ、めっちゃ見つめてますよ。ああ。あり方の一つか。なるほどね。ご用でしょうか。
何かご用でしょうか。うん、そうですね。どうしました？お疲れ様です。いや、リシャの胸おかしいな、やっぱりこれでかすぎだろ。登場キャラで一番でかいんじゃないか。なるほどね、武術をたしなむものとして興味があるのか。いいね。これ一回休憩つか。ゲームのかけらを使用して精霊獣の力を解放すると、おう、回復蘇生プログラムを実行。なるほど、めちゃ吸い上げてますね。なんかあれだね、イース8のセレンの園みたいだね。これじゃあ一通り終わったかな。じゃあ下行ってあれ触ってみようぜ。これコリコリコリこれ、あ違う、あ違うわ、あもう行っていいんだ。よし、じゃあちょっとセーブしよう。ちょっと行ってみようか。じゃあでも待ってね、よし行こう。じゃあ行ってきます。お、開始戦キャンセル。はい、何もボイスない。よし、帰ろう。行こう。第一階層入り口行ってきます。いやー、来たか、ついにダンジョンが。お。新 BGM。ここは無限回路がかなりの空間を吹き開いているのが。何か決定的に違う。ああ、そうそう、影の国。ああ、いい曲。なんか、東京ザナドゥの月下の庭園、月下の庭園みたいな BGM 聞こえる。よし、行くぜ。無限回路の攻略マップは非常に特殊な空間です。常識では考えられない特殊な AD ボーナスも出現するので、してください。あー、まあまあまあ、前もあったね、これは。さあ、探索を始めよう。移動メニュー。あ、なるほどね。これ帰れる？あ、帰っちゃった。あ、いけろ。危ない危ない。ほうほう。あー、そこそこの広さかな。一旦休憩。あれ？よし、やっていこう。これどっちから出ないん？こっちから？ブレイクオブジェクトとかないのかな。おお、なんだこいつ。え、どっちが前？あ、そっちが前。はい、こちらの先生です。おお、 BGM いいね。ちょっと聞いていいかな。ああ、ちょっと空の奇跡っぽいね、ここの曲は。よし、じゃあ曲を聴きつつ、新曲を聴きつつ。お、ああ、ダメだ、手が止まってしまう。ちょっと曲聴かせて、やっぱり全部一周聴かせて。やべえ、かっけえ。てか一曲長いな。あ、まだ一周してない。ちょっとごめんね、手止まっちゃって。曲聴かせてくれ、ワンループ。曲を聴くたびにファルコンゲーム遊んでるっていうのもあるからな。その中の一つにも入ってるからな。
回もいい仕事してるね、ファルコム JDK バンドさん。めっちゃいい曲だけど、超長くない？ワンループ。まだワンループしてないよね。おぉ。店長祭りだ。すげえ。痛い、あ、痛い。足ぶっけだ。あ、ここで一周か。長えな、一周。よし、じゃあ、進めよう。キュビル。キュビル。謎の技術で作られた浮遊する不思議な立方体、自動防衛機能を備えており、コアから攻撃を繰り出す。私の番ね。こいつもなんか、こいつは昔からいるよね、この敵。ハンマーパック。いたずら大好きな小型魔獣、おもちゃのようなハンマーを遠慮なく振り回す。当たると意外と痛い。行くぞ。あとは調べてないやつはおらんよね。そうだな。ちょっと範囲があるな。あ、もう開幕やってくか。開幕使わせてもらうわ。バリアントアタック。バリアントアタック。みんな、畳みかけるぞ。おお、気持ちいい。一網打尽です。その程度じゃ、俺たちは止められない。ああ、結構入んね。銀のかけら？ああ、なるほど。ん？なるほどじゃない。なんだ？さっきのあの真ん中のあれに使うやつ？なんかかけらがなったらこうたとか言ってたっけ？言ってたよね。おー、やっべ、テンション上がる。これやめときがわからんぞ。こっち行こうかな。こっちだな。こっち行こう。これで先に進めるな。あれ？出口でした。ゴールでした。これブレイクオブジェクトだな。あ、ちょっと先に帰るか。よし、ワンワン王がいる。あ、違う。私の番です。コス。あ、待って、女の子たちを囲んであげよう。守ってあげよう、女の子たちを。これでいこう。あ、違うな、こうだな。リン、アルティナ、ロイド、ユナ、こんな感じにしましょう。チャンスね。いや、いいね、曲。シルバーファング。森を守る美しくも凶暴な銀狼、群れでの行動に長けており、神聖なる領域を犯す侵入者を残らず排除する。ほー、よし。あ、オーダーが使え、違う。あー、せっかくだから、じゃあガリオンフォードで。あー、そこそこやな。いきます。じゃあブリューナク。ブリューナク少将。おりゃー。戦闘終了、お疲れ様です。しっかりしてるよ。よし、レベルアップ。これ何回聞いても面白いわ。こっちだな。それ、チャージ完了です。あー、おお、お、これセンスリーのラスターにおったやつじゃん。なんか箱がある。はぁ、あ、ゲットしました。はい、マジで全巻、マジマジヘミスフィア。うわ、マジだ。これも全部読んでおこうぜ。一回目通しとかないと、全部の書物を集めたらトロフィー出ないかもしれないから。まあもちろんこれね、あれだ、あれ読んだよ、ちゃんと。空の奇跡の時に読みましたよ、これは。カーネリア。空の奇跡 FC の時にあったもん、これね。SC だっけ？へぇ、全巻。全巻は笑うわ。強敵だな。あ、無理すんなよ。聞かないやつだ。おりゃ。気をつけろ。あ、BGM がいつもなんだ、あれだった。あ、セピ数がアップか。まあいいか。ダークナイト。シュラへと至った武人の情念が権限したものを戦場を求めたさまよい、危機として下に山を築く。やっべえじゃん。ブリナク。ラッシュ。俺の番だな。押さないか。はい。はい。崩した。ラッシュ。頼んだ。B。任せてくれ。掛け合いを見せておくれ。副
その盛ん魂見せてもらったよ。ああ共に頑張ろうリン。おおいいっすね。これサムネしようかな。よし、うん、やったわ。あるなった。おお、なんですか？銀の封印石？何それ？封印石？なんか影の国であったよね。なんか仲間たちが入ってる封印石ってあったよね。封印石だっけ？合ってるよね。なんかそれを影の国で使えば、だから仲間が解放できるとかあったよね。仲間を救出できるみたいな。こっちのやつは何なんだろう。結構似てるとこちょこちょこあるよね。あ、またなんかある。お宝発見。ふわふわストールか。よし。私の番ね。これ、あ、まだあった。前。私の番です。お。あ、なんかおる。アンブッシュエリア。モンスターハウスだ的な感じ。あの、鳥猫とか風雷シレンの。へぇー。敵だ。みんな備えろ。ははーい。というと、一応、一体ずつやっていくか。いやチャンスだ。あ、スリーチになってた。バトスコ。マーブルドール。古き錬金の産物。侵入者を執拗に追い回し、力任せに量の腕を振る。細かな動きはできない。できない。なんか酔っ払ってんのか、俺。あとはみんな見たことあるやつ。さっき調べたやつよね。うん。じゃあ一問打ちにしちゃいましょうか。逃がさない。あ、そんな減らない。ちょっとゼロブレイカーで巻き込んで4体。私の番です。不流なく。あー、3体は入らない。はい、よし。俺の番だ。だと殴る。行くぞ。望むところだ。行くぞ。で、ここで裏早で。裏早でか。崩れた。突撃。そこだ。行くぞ。で、ゼロブレイカー。わー、ちょっと持ってないか。私の番です。ちょっと私の番です。あ、見てた。私やしつこいわね。3チェイン。いや、楽しいな。奇跡やべえな。無月一刀。はい、よし、これで大丈夫だ。いいね、いいね。お、めっちゃ相手も入った。よし、掴んだ。え、覚えた。あれ、でも無人剣の前じゃなかった、国境って。前のエスクラを今覚えたのか。え、じゃあ使わないんじゃない。あれ、各種ステータス登録された。アップです。ワールシェイとか。ああ、今まで覚えてなかったか。え、どういうこと。昔のも使えるよって感じ。ステータス、あれ、国境の方が火力高いんだけど。あれ、国境とかやってて、その後にこれ覚えたよね、確か。あれ、なんでだ。まあまあいいか。とりあえずこっちの方が火力高いから、こっちにしときます。これは一回戦ったやつだから、カットするか。チャンスね。何こいつ、そういえばめっちゃ光ってんだけど。怖っ。ちょっと宝箱開けようぜ。エクセルレザー、ゲットだな。これ何。セラス。これは、あー、ラッキーね。ウルトラレアか。オッケーオッケー。レア度によって箱の違いはあるのか。じゃあ見た感じ、これが一番しょぼくて中堅でレアって感じかな。お、なんか上がなんかセルセタの、セルセタの樹海のイリスみたい。よいしょ。ああ、なんか出てた。こいつ何。え、雲か。雲じゃねえ、なんだ雲って。キモ。クトゥルフだ。守護魔獣必ず噴石。ああ、何、じゃあさっき手に入れたのは何。あのランダム要素的なあれで拾ったってこと。おお、 EX ワーニング、なんかパチンコみたい。虹色。意味ないか。ああ、これもダメ。じゃあなんかちょっとなんとなく後ろから。手強いぞ、気をつけろ。
チケチケチケ。ギガ・ティアマトゥ、創世と共に誕生したと伝えられ、一部では神格化された存在。太古の恐怖を身に宿し、敵対者は相対した者の聖地を狂わせる。これしかいないか。どうするかな。結構 HP あるな。14万あるよ、こいつ。ウィーク、ソウルブラカー。とりあえず、フォルテをかけて。テラフォルテをかけ、ちょっとこれやってみようか。ゼロアーツだし。ああ、そんなもんか。困ったらバフかけてエスクラぶっぱしろってバッチャが言ってた。バーミリオン、えい、オッケー。でオッケー、じゃあ覚えた呼吸を見せてもらおうかな。滅却、我が太刀は無、見えた。かっこいい。七の太刀、黒陽、黒陽、お発音変わってる。黒陽じゃない、黒陽になってる。強っ待って、強っ。一回で終わっちゃった。見たか、バフ2回掛け、まあ、フォルテとラフォルテだけど、2枚掛けして、で、フールバーミリオンでさらに、プラス何十パーか、ダメージ与えたら、一発だったな。ユーマテゴ。で、これでもらえんのか。青の封印石。何色があんのこれ。終わった。これで終わり？このダンジョン単独。宝箱1285、結構あったな。よし、じゃあ次の階層向かおうか。じゃあね、じゃあ向かいまーす。いや、面白えな。気があるみたいだな。なんだ、お、キラキラしてるぞ。なんだこいつ。いやちょっと戦いたいけど、ちょっと一回こいつだけ一気に行くぞ。あれもちょっと気になるな。なにこいつ、めっちゃレアだわ。多分シャイニングポップ的な。なんだこの BGM 面白いな。ちょっと空の奇跡の FC の最初の戦闘 BGM っぽい。ターコイズポップ。何かしらハーピーなやつな存在。普段は強者たちの会議に潜み、人前には決して表さない。いいものを大量持ってる。へえ、よし。これ逃げたりしない、すぐなあ。あ、弱い。あ、BGM 一周する前に終わっちゃった。青い雫。ああ、セピスカイめっちゃ持ってんね。ほーん。なんか面白い敵もいるもんだな。これなんですかね。何これ。何、ああ、そういうことか。はいはいはい。強そうな敵。厄介ね。ほっ、気をつけろ。これも、ああ、まだ知らないやつだね。メガクラーケン。メガクラーケン。はるか、おお、ごいさん。はるか神話の時代より存在し、世の聡明に現れるとされる存在。深淵の魔力は敵対者を石化させ、地上にある全てを無に返す。無にキスか。さっきか。じゃあ、フラガラッハでパチーンと。あ、全然効いてない。あ、バッド。ナイスー。オッケー。あ、望むところで。てか、もうこれ変えないとね。
お、あ、ゼロクラじゃん。じゃあ、アルカリスギア。ザン。このザンが好き。はい、強い。リーブ上がったか。うん。ラッシュ2ね。めっちゃもらえる。お、おー、銀か。こっちか。チャージ完了です。あとはこの敵やってって。うお、エネルギー体を感知、ご注意を。おるね。うわ、なんかめっちゃリンプンやばそう。手ごわいぞ、気をつけろ。群内ガガ。丸に現れる昆虫型の魔獣、目にしみる鱗粉を撒き散らす。それに触れた人間が夢の世界に伝われる。なるほど、夢の世界、まあ、寝るってことだから、グッ、あれか、グッドナイトで軍内か。軍内ガガ。あとこのちっこいのも違うでしょ。OK、リリーガガ。そのうちレディーガガとか出ない。丸に現れる昆虫型の魔獣、目にしみる鱗粉を撒き散らす。ここは一緒か。ふさふさの毛に覆われた体で人に抱かれ、回復するのが夢。かわいいじゃん。行きます。じゃあ、あ、2個溜まってるから。じゃあ。始めましょうか。あららら。俺の番だな。はい、終わり。よし、もう大丈夫だ。よし、やったぞ。よし、やったわ。レベルアップ。何のくれる？金だって、なんか良さそう。やったね、金。で、結局あれは何に使うん？この弾は何に使うんだろう。いや、宝箱。笑うわ。うん、使えそうだ。マジで？これ今までの書物全部読めるんじゃないだろうね。これさ、びっくりだわ。これももうゼロアウンの時に全部読んだからね。そのうちこれ朗読したやつを、なんかこれ単体で朗読したやつをアップしたりとかするかもしんないから、てか多分すると思う。まあ俺のこの拙いボイスでよけりゃぜひ眠りをとかに聞いててください。お宝発見。覚醒ハチマキか、必勝ハチマキかと思ったね。これで終わりかな。あれ、敵のことじゃん。まあいいや。うん、こんな感じ。あれ、宝箱少ないな、ここ。2個しかなかったぞ。俺、取り逃してないよね。うん。じゃあ、行こうか。これ、何回まで残れるんだろうね。第1回戦。あ、なんか、変わった。結構来たな。